守屋日和です。楽しみな。どうも、BKB ことバイクガスケバイクです。もうね、お腹がもうガスケツなんでね、もう食べていきますわ。今日はバイク投げにブームレッツゴー BKB。 中張又張です、お願いします。どうも、中張又張です。高道です、お願いします。中です、お願いします。さあさあ、とりあえず今お昼なんでね、はい、僕我々お腹ペコペコで、お腹空いてますよ。こうね、用意していただいてて、いろいろありますよ。ちょっと待って、この甘エビカレー、甘エビカレーね、もう香りから甘エビが、この匂いがもうします、ほんまに。これするんですよ、ほんまに。もっともっと鼻つけて、鼻つけて。いや、カレーの匂いしかしないです。お前、俺のやつ、俺のええやつ、お前ええやつ、せーすなよ、お前。いただきます。じゃあ、いただきます。甘エビカレーですよ、甘エビカレー。うまそう。うわ、どうすか。ほんまに、リアルに甘エビの、はい、なんていうちっちゃい甘エビ食べてる感じのカレー。え、甘エビ濃縮したね、甘エビ。はい、絡めてほしいから、BKB に絡めてくれるのかな。ビミカレーのエビ、BKB。 これすごいと思う、これ入ってたらいいですか。これすごいと思う、これここにね、気になるのあるんですよ。そうです、これ、ね、18金カレーっつって。何ですかこれ。これは何なんですか。激辛からなんですって。激辛食べましょう。食べ食べ。これはちょっともう、あ、どう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 、辛いなぁ。甘っぽい。辛ないやろ。ギャグみたいな。ほんまに辛い。いや、ほんまに辛いよ。ほんまに辛い。ほんまに辛い、これ。あ、痛い。あ、でも、辛いの好きな人は絶対美味しいって言うのか、これ。カレーばっかつついてるけど、まあいいか。カレーも食べよう。カレー、オリーブカレーって、何？オリーブ、あのオリーブの実を、うん、はい、オリーブの実がほら、入ってますもん。ほんまや。カレーの中に。タクビア、男前。ありがとうございます。いただきます。オリーブカレー。ちょっと上げてるもんな、オリーブよく押す、モコミチ。いやね、料理も。モコミチ似てるから、オリーブカレー。いただきます。オリーブもせっかくなんで。いただきます。うん、あ、どう？うまい！うまい！その味もその辛くもなく結構あっさりしててこのカレー美味しいです。ちょっとこいつがもう自信でめっちゃ辛かったよ。めちゃめちゃうまいぞ。うわー、どうどうどう、辛いなぁ。いや、ほんまに辛い。これカレーはまあ幅広く美味しいものがあるということで、うまい。これはこれはこれどうですか。これはとろろ、とろろ丼ですね。とろろ丼、とろろ丼、いいやん、絶対美味しいやんか。うまそう。いただきます。髪の毛がもう丼が似合うな。髪の毛がもう書き込んで、書き込み方がいいな、ええな、ええな、そうやな。あ、うまそう。おう、自然薯なんて、自然薯、自然薯、ギャル語みたいな。何、激おこ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 、自然薯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 、なんて言うんですか。おいしいんですか。めちゃめちゃおいしい。めちゃめちゃおいしい。肉そばっしょ。肉そば、肉そば食べようよ。あ、冷たい。え、どういうこと。ほんまに、じゃあ、ちゃうぞ。こういうやつ、冷やし、冷たい肉そば。あ、これ冷やしなんや。いや、もう無理やりやん。冷やしなんや、これ。へぇ、行ってください、バイクさん。冷やし肉そば行っていい。そうそう、みんなな、いろいろあるからさ、食べたいね、そのバイク冷やしそば見てる場合じゃないんだけど。俺、森谷さんの食べたいと思う。俺、その、今思いっきりこのアイスドラ食べたいかな。うん、杉山のアイスドラさん。どうすか。この季節ぴったり、このちょっと暑い季節にこの冷やしたやつむちゃむちゃ美味しい。これ何やったっけ。うわ、すげえ。冷やし肉そば、ちょっとごめん、いい、冷やし肉そば、ごちゃごちゃ作るけどいい、はい、見て見て、これ、あ、なんかやってる。ビビかなりの肉そば、ビクビー。あ、最後にちょっと見てこれ。え、アイスドラのストロベリーね。ストロベリー、ストロベリー、アイスドラストロベリーね。ほー、うわー、見たことないよ、こんな見た目。食べていいですか。食べていいですか。どうどうどう、甘いなこれはこれはこれは、どう、辛いなあ、ありがとう、止まらんな、ありがとう。これなんなんすか。まだバイクさんこっちもあるんすよ。え、まだそっちにもあるんすよ。これこっちのいっぱいおもちゃもあるのに、これわ、何ですか、ご当地定食。定食、え、これ何があるこれ。コロッケ、なんとかコロッケ、
おむすび、ザ・おむすびみたいな。シンプルやな。すごいな。スペース持ってないな。スペース持ってない。手でいただきます。手でいただき、いただき。うわ、なになに、見せてあげて、見せてあげて。このホタテとかエビとかがもうびっしり入ってて、美味しい。それうん、まいね。はいはい、すいません、いいですか、いいですか。めちゃめちゃたくあんでっかいな。たくあんでっかいなってなの。かわいいね。変な空気になってるから。で、ご当地市場ってこんなグッズも売ってるんですね。ご当地のゆるキャラのね。これ知ってますよ、このクマのやつ。めっちゃ欲しいんですよ、これ。流行って、めっちゃ流行ってますよ、メロングマ。え、メロングマって言うんや。あ、ほんまや、メロングマや。ゆるキャラというか、めっちゃどう思うなやつですね。チハマですか。チハマ人参ジュース。めっちゃ人参なんでしょうね。赤いな。赤いってな、赤ないな。それいいな。赤ないな。オレンジでしょ。これ塩サイダーってありますか。うわ、すごい。サイダーが充実してんねん。どこのやつ、どこのやつ。これは、ノト。ノト半島の。ノト、ノト。ノトのやつも飲めんねや。いただきます。塩、塩入ったサイダーです。いただきます。と、なるほど。最初はサイダーですが、後でほんのり塩の味がするという。なるほど。美味しい。ほんまに美味しい。ちょっと待って。あ、珍しい。あ、美味しいわこれ。ほんまや、めっちゃうまい。運動したとかも、なんかちょうどね、塩分も取れて。すごいなこれ。それはしょっぱくはないです。もちろんいい感じの塩味。もう塩がちゃんと喉というサーキットを今走り回ってるわ、バイクだけに。ブンブンレッツゴー。みんなファイヤー。ちょっとブンブン中ごめんね。お前ブンブン中やったやろ。ジェラード来たよ。ジェラードだったよ。白桃シャーベットと、塩ミルク。塩ミルク豆乳、黒豆きなこ。ほう。あ、黒豆うまそう。黒豆きなこと、みんな食べ食べ。ほら、白桃シャーベット。これが白桃ですかね。こっちが白桃シャーベットかな。あ、こっちは、こっちが白桃やろ。そう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 、こっちが白桃シャーベット、塩ミルク、黒豆のやつ。塩、味はどうだ。美味しかった。めちゃめちゃ甘い。塩ミルク、めちゃめちゃ甘いってか、めちゃめちゃ甘い。それ甘いでしょ。塩ミルクばっか食べんの。塩ミルクばっか。他の味もほら、うまい。これ黒蜜きなこ。僕、白桃シャーベットもいきますよ。いただきます。あ、これさ、黒蜜きなこ、いただきます。うん、うまい。絵になるな、男前は。和風の、これきな粉の味もして香ばしい感じ。めちゃめちゃうまいです、これ。伝わってけへんな。伝わってけへんの、ちゃんと。お前と水だれ、白桃ミルクをいきます。水だれ、水だれ。うまいな。ダムレスなってくるよ。受け取ってください、白桃シャーベット。すごい、美味しい。美味しい、全部。ね、これね、ソフトクリームじゃないですよ、ジェラートです、ね。ジェラート、さっぱりしてます。うまいな。これ、めっちゃあります。こんな、これも売ってるの。47個の市場に。しがらき焼きですか、何ですか、これ。おばあちゃんにあげたいわ。おばあちゃんにあげたい。本物のやつですよね。あ、重みもある。本物のやつ。あ、これ、これあれや。ふざけまけ、田崎さんが言ってたやつ。この、冷やしたまま食べる手羽先の唐揚げ。え、そんなんもあるの。めちゃめちゃうまいやつ、これ。冷やしたままってどういうことですか。もうあの、もう冷たいんです、アイスみたいに冷たい。そうなの。前僕食べましたよ、これ。めっちゃうまいですよね。美味しかった。なるほどね。いろんなもういっぱいあって、干物うまそう。干物うまそうな、家族で来たらええやん、これな。なんかないかな。えのきご、なにこれ。えのき氷。えのき氷、なにそれ。え、なんなん。あ、変なこと聞こえる。えのき氷、これ何。きのきマイスター。え、何をするんですかこれは。変な音聞こえる。ええー、ねん、モリ、ええー、ねん、それは。えのきをいつでも入れれるんや、これ。気になるて。ええー、ねんって音の話は今、飯女の子とおじいちばい。女の子とおじいちばいにふさわしくない音聞こえてる。ええー、ねん、ええー、ねん、ええー、ねん、聞こえてきますけど。これで、これで、なんかお腹すく電波みたいなやねんで、なんか何ですか、あれ。危ない、危ないやつやねん。変な音聞こえんで、ずっとさっきから。おい、お前か。あ、お前か、ほんまに。ほんまに、ほんまに気づいてなかったんだよ。俺、ほんまになんかのやつや。なんかのやつやと思って。試験電波じゃないよ。すごいな、その音。白井のええ音や。音変えんでええねん。白井のええ音聞こえてる。ええやん。で、これほら、塩麹飴ですって、ほら。塩がやっぱ、塩がやっぱこの夏はね、あの塩分とか不足するんで、うん、ね、ちょっとでも体内に入れて熱中症とかもね、うん、対策になるから。見て、ね、スポーツやハイキングのお供に。BKP! 違う、全然違う。 SH なんとかなってました。リズムネタだった。全然違う。さあ皆さん、このようにご当地市場ではたくさんいろいろ、いろんなものがありますんで、ぜひお越しください。お願いします。めっちゃ楽しかったんで来てください。怖いってか。いや、ほんまにね、この地下にこんな居場所があると思わなかったです。はい、皆さん、47ご当地市場、地下にぜひピットインしに来てくれや。バイクだけにブブブー。
来てほしいな。来てください。